東京、有明アリーナにて7月4日、6日に行われる、三井不動産カップ2024、東京大会、バスケットボール女子日本代表国際強化試合、は、2試合ともに地上波で放送される。女子ニュージーランド代表、世界ランキング26位、との強化試合は4日19時からフジテレビで地上波放送。 6日は13時30分からテレビ朝日の地上波でローカル放送される予定となっている。4日の女子ニュージーランド代表との試合が地上波放送されると、ネット上では強化試合がテレビ放送される日が来るなんて、やると思ってなかったから嬉しい。涙出るは女子バスケ放送するの初じゃない。 感動、ゴールデンタイムにテレビで見れるなんて考えもしなかった、などと、バスケファンからは驚きと歓喜の声が寄せられた。なお、バスケットボール日本代表が参戦するパリ五輪の男女共に予選ラウンドの各3試合についても、地上波で生中継されることが日本放送協会、NHK と日本民間放送連盟から発表されている。